皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は機動戦士ガンダムギレンデオジオン独立戦争機、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。ギレンの野望シリーズの第3作目にあたるこのジオン独立戦争機なんですけども、僕自身はですね、アクシズの脅威からギレンの野望本格的にプレイを始めたので、実はこのジオン独立戦争機は今までプレイしたことがなかったので、本当にね、新鮮な気持ちでプレイの方できるのかなと楽しみにしています。ぜひ経験者の皆さんとかね、いろいろ情報をお持ちの皆さん、ツイッターあるいは動画のコメント欄何でも結構ですので、アドバイスとか感想とかお寄せいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速ニューゲームからプレイの方を始めていきましょう。最初にこの序章編というのがあるんですけども、この序章編に関してはですね、もうジオン軍側しか選べないようになっていますので、序章編ジオン軍でのプレイ早速、始めていきたいと思います。宇宙世紀0079、1月3日、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑もうとしていた。父上、本日7時20分をもって我がジオン軍は地球連邦政府に対し宣戦を布告いたします。すでにドズル機下の部隊が宣戦の布告と同時に連邦の艦隊に対し攻撃を仕掛ける手はずを整えております。奇襲か、勝算はあるのか。ご覧ください。連邦艦隊への攻撃と連動してキシリア機下の部隊がグラナダの制圧を行います。グラナダ制圧もサイド1、2、4に対して攻撃を仕掛け、確保したコロニーをジャブローに落下させます。確かにコロニーを落下させればジャブローも沈黙させられる。で、目的は勝って何をなすという。人類は増えすぎました。地球に寄生する官僚も資源を食いつぶすだけの大衆ももう必要はありません。皇陛下、計画の誤認可を。いよいよだな。連邦軍の状況は。ではここからプレイの方始めていきたいと思います。この序章編はですね、できることが少し少なくなっていて、いわゆるチュートリアルに相当する、章になっていますので、流れに沿ってプレイの方を進めていきましょう。今のところ我が軍の動きには全く気づいていないよ。グラナダの護衛艦隊の動きは。無能ども、計画通り宣戦布告と同時に攻撃を仕掛ける。奴らに我らジオンの力を見せつけてやるのだ。はい、では作戦目的から確認しましょう。コロニー落としを行うため敵を撃破してください。作戦目的、連邦艦隊 ×3 の撃破、グラナダの制圧とありますね。いわゆる1週間戦争と呼ばれた開戦からの1週間、ここが序章になっているのかなと思います。ここでね、コロニー落としを行って、20億人とも言われる人々が死んだというね、その1週間戦争、ここをプレイしていきましょう。で、このジオン独立戦争機が面白いのがですね、軍団制になってるんですね。ギレンの野望は、ユニット単位で戦うっていうのがいわゆる基本になっていたと思うんですけども、この独立戦争機の場合だと軍団単位で行います。何を言ってるかというと、例えばこれからグラナダに侵攻しますとした場合ですね、今画面に映っている第1軍から第12まであると思うんですけど、じゃあグラナダの侵攻戦には例えばですが第1軍団と第2軍団を使いますというようにルートを設定すると、第1軍団と第2軍団に
属している部隊がグラナダの進行戦、拠点攻略戦を行うというような仕組みになっています。なので1ユニットユチニユニットを拠点間を移動させるというよりかは軍団単位でルート設定を行って、拠点戦だけ今までの、あるいはこの先にあるギレンの野望シリーズと同じユニット単位での操作、拠点攻略戦という形になります。まあ実際にね見ていただくのが一番いいと思いますので、ご存知の方はねもうよくそんなの分かってるよってなってしまうと思うんですけども、お付き合いの方いただければ嬉しいなと思います。ではまず第1軍から第12軍まであるんですけども、簡単に中身確認してですね、いきたいと思います。まず第1軍団ですね、これギレンの軍団になってます。ギレンの軍団はですね、まあもちろんグアジン級大型戦艦、この軍団長でありジオン軍全体の総帥でもあるギレンがいる部隊になっています。ここね結構強力なんですよね。もちろんギレンの能力はですね、まあ言ってももう申し分ない、特に魅力は全部隊中トップのね数字持ってますからね、魅力17という数字になっています。すでにこの数字です。このグアジン級に乗っているギレンが軍団長を務める第一軍団。他ですね、実はこのチベに乗ってるハスラーなんかも結構ね優秀で強かったりするんですよね。なので、まあ、彼らをうまく使いながらですね、攻略戦の方を進めていこうという、こちらが第一軍団で、第二軍団がドーズル、第三軍団がコンスコンですね。コンスコンは今、実際に作戦に参加していて迎撃ルートを移動予定となっています。キシリアサイド3で準備中。第6軍団トワニングですね。トワニングっていうのはまあ皆さんよくよくご存知だと思うんですけども、キシリアと同じ、突撃機動軍に属していた、キシリアの腹心的なね、位置づけのキャラセッティングになってたと思うんですけども、そのトワニングが第6軍団というところですね。この後グラナダに移動予定というのがこのトワニングです。でビッターはね結構皆さんギレンの野望シリーズとかでも登場しているのでご存知の方多いと思います。結構使えますね。第7軍団はギニアスですね。ソロモンにいます。第8軍団ユーリ、そして第9軍団はガルマです。第10軍団同じくね、キシリアと腹心的な位置づけのマクベ、そして第11軍団がデラーズとなっています。で今11軍団まで見ていきましたけども、12軍団がまだ軍団長がいないっていう状態です。で軍団長がいないと、10分の10と出てると思うんですけども、その軍団に属する部隊を10までになってしまうので、これね階級が高いキャラクターを軍団長に据えると、属せる部隊数を増やせると。例えばギレンであれば大将なので30まで増やせます。ドズルは中将なので27ですみたいな形で、キャラクターのね階級によってその軍団を任せられる部隊数が決まるという仕組みになっています。ではちょっとねキャラクターいじっておきたいと思います。軍団を確認した後はマップを確認しておきましょう。まず宇宙マップですね。今ジオンが、持っている拠点はですねサイド3、アーバーワク、ソロモンの3つになっています。で画面上見るとですねサイド3からグラナダに向けて、矢印が2本、アーバーワクからですね、衛星軌道上というか、コロニーを奪取するために部隊が1つ矢印進んでいるのが見えると思います。でソロモンからもね部隊が2つ出てると思います。これが軍団が今移動中という状態になっています。なので、これねまずはグラナダ、アーバーワクからコロニーを奪取、さらにソロモンからルナ2方面を伺うというね、この3つの進行戦始めていきたいと思います。地球連邦政府並びに地球に住む全ての者たちに告ぐ、私はジオン公国総帥ギレン・ザビである。地球連邦政府は我々を宇宙へと追いやり、地上から宇宙を支配してきた。そして一握りのエリートがその私利私欲を満たすだけのために我々スペースノイドは自由を奪われ続けてきたのである。だがこの屈辱の歴史も
今ここで終わる。腐敗した連邦政府を砕き、スペースノイドの真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。ジオン公国の宣戦布告をきっかけに歴史は大きく動き出す。その戦いの果てにあるものとは。その戦いは人類に何をもたらすのか。人類史上最大の戦いは今まさに始まろうとしていた。迎撃部隊が敵と遭遇しました。作戦の指示をお願いします。はい、では実際にね、ここから拠点編ということで戦闘していきたいと思います。でここに今戦闘についてというねヘルプの画面が出てますけども、戦闘自体もですね、まず最初に戦法を決めて、策略を決めて、それから実際のユニット操作に移るという内容になっています。確認をしていきましょう。まず策略の選択ですね。で策略というのは、どういう効果が得られるのかっていうのがいくつかあるんですけども、簡単に見ておくとですね、例えば機先、これであれば、機動力を生かして敵の回避率を下げますという効果が得られますと。攻撃陣形であれば命中率が上がる、その分ね、自分たちの回避率が下がりますと。防御の場合はその逆ですというところですね。今回は機先を使っておきましょう。でこれ策略ポイントが決まっていて、今68というのが画面の右下に出てると思うんですけども、その策略を実施するのに必要なポイントが必要になるということで、今回は機先30を使うので68分の30使うというところになります。続いて作戦なんですけども、今回ねビッターが入っている部隊が敵と戦うんですけども、ここで作戦が決められます。で作戦って何っていうのあると思うんですけども、少しね見づらいので、いくつかご案内すると、指示、これは自分でまさに操作をします。マニュアル操作ですね。でその下、これがですね委任です。コンピューターにお任せしますと。これデメリットはですね、指示を行うと忠誠心が下がります。各キャラクターごとに設定されている忠誠心が下がっていくと。ただコンピューター任せの戦いになるので、やっぱりねちょっと不満というか、自分で操作した方が、自分だったらこうやったのにみたいなものが出てくるので、ここはね、自分で操作するのを中心にねやっていくのがいいのかなと思います。ただそれぞれ効果がありますので、例えばですね、もう敵の数が少ない、掃討戦だけですとかっていう場合には、もう指示を使ってもいいのかなと思いますので、使い分けをしっかりやっていきたいと思います。今回は最初なので指示でやっていきましょう。ではこれで戦闘を始めていきます。ソロモンから発進した部隊が連邦軍艦隊と激突するという、そういう戦いになります。策略を実行します。今回は機先を使ったので機先が実行されたというところですね。ここからはもう本当によく見慣れたギレンの野望のね、プレイになると思います。で味方の部隊がここにいますね。で6って出てるのが気になる方いらっしゃると思うんですけど、これ第6軍団という意味ですね。敵はというと反対側にいます。ここにいますね。索敵前なので、色がグレーアウトしてますけど、こちらにいるという状態です。で味方の方なんですけども、無難に補給線上のルートをたどってですね、戦っていこうというふうに思います。マップで言うと、上側に進行ルートを通ってそのまま補給線を確保しつつ敵部隊の撃破というところに向かっていきましょう。では進めていきます。で今回無載級の軽巡洋艦3隻に、ザクが搭載されているという状態なんですけども、このザクがですね今核バズーカを搭載してます。核バズーカはマップ兵器になっているので、ちょっと使い勝手がねこの時点ではあまり良くないかなと思いますので、武装の変換をしておいて、そこで少し使い勝手を良くしておきましょう。取り回しを良くするっていうようなね、そういうイメージですかね。この武装の変換は搭載されている状態でないとね
できないことなので、ちょっと忘れないうちに早めにやってしまいましょう。では部隊進行ルート、先ほど決めたものに沿って進めていきます。では連邦軍艦隊と遭遇しましたので、ここから実際にね、戦っていきたいと思います。まだこの時点では連邦軍は、まあ、いわゆるモビルスーツを持っていないという状態なので、まあ、安心してというかね、確実にというか、倒していきましょう。味方のモビルスーツがやられるっていうことは、まあ、この時点ではないかなと思いますので、まあ、イケイケどんどんガンガン攻めていきます。で、索敵を行っておくのはね、もうセオリー通りですね。しっかり索敵を当てて敵の正体をばらしてから思い切った行動にね、出ていこうというところになります。では攻撃ね、初回なのでちゃんと見ていきましょうか。もちろんスキップしたりすることはできますので、まあ、ポイントポイント以外はスキップして、スピード重視で攻略の方をやっていきましょう。これ PS2 のソフトになるので、画面自体はね結構綺麗ですよね、戦闘画面なんかもね。これでサラミスを攻撃していくという、バトルシーンになります。今敵小型戦闘機というふうに索敵したにもかかわらず出てると思うんですけども、この戦闘マップで索敵した後ですね、戦略画面でさらに、敵上のね調査を行って初めてその、中身が何なのかっていうのがわかるんですね。なので例えばさっき巡洋艦って出てたと思うんですけども、あれがサラミスだと判別するには戦略画面でさらに敵上調査を行わないとそれがサラミスだっていう風に画面上に出てこないっていうね、まあ、戦略性っていう意味ではこのギレンの野望の中でもかなり、ね、奥深い作りになっているのがこの独立戦争機なのかなという風にね、まだ始めたばかりではあるんですけども感じてます。で、あと一ターンがですね、一ターンっていうか、まあ、この1回の戦闘自体が7ターン制になっているので、まあ、今までのギレンの野望あるいはこの先のギレンの野望も5ターンということが多かったと思うんですけど、7ターンあるっていうのがね、ちょっとポイントになっているかなと思います。なので、まあ、しっかり敵をね倒せるし、逆に守るときはしっかり敵が攻めてくるっていうのはね、ちゃんと頭の中にね入れておく必要があるのかなと思います。これで7ターンが完了したので戦闘が中断されるというところになります。で、先ほどはね、ソロモンから発進した部隊が敵と遭遇しましたけども、同じような要領で今度はね、また別の部隊が敵と遭遇する。別の軍団、まあ、今回で言うとユーリーの部隊が敵と遭遇するという形になっていきます。では、ちょっと今回ね、ムービーもあったりして長くなってしまいましたので、中途半端なところにはなりますが、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きからプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援、アドバイスなど、どしどしよろしくお願いいたします。迎撃部隊が敵と遭遇しました。作戦の指示をお願いします。